Trek 4WD Top デビュー。三菱自動車から新しく発売になったエアトレックターボをいろいろな角度からご紹介してまいりたいと思います。まずは三菱自動車商品開発担当マネージャーの紫さん。伊佐尾紫 The Engineer Specializing in Development。 こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。そしてラリーアートラリードライバーの増岡さんにお越しいただきました。2002 Paris Dakar Rally Winner 広志増岡。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。増岡さんには後ほどラリードライバーの視点とそして一般ユーザーの視点の両方からエアトレックターボをチェックしていただきたいと思います。わかりました。デザイン&メカニズム。エアトレックの基本コンセプトである自由な走り自由な空間の思想をベースに SUV ナンバーワンの動力性能と操縦安定性の実現を目指し新しく登場したのがこのエアトレックターボです。スタイリングもハイパフォーマンスの走りを全身で表現するアグレッシブなものです。フロントスタイルではインタークーラーへフレッシュエアを導くボンネットのエアインテークダクト大型フォグランプをビルトインしたエアロバンパーが大きな特徴です。サイドエアダムアルミホイールテールゲートスポイラーもエアロホルムを引き締めています。エアトレックターボの最大のトピックはエンジンですよね。はい、240馬力35キロのトルクを発揮する463インタークーラーターボエンジンを搭載しています。 WRC 世界ラリー選手権で活躍しているランスエボリューションのエンジンをこれリファインしたものなんですね。そうです。オートマチックのシフトチェンジはステアリングシフトスイッチでマニュアル感覚で操作ができるんですよね。ランサーエボリューション GTA と同じ5速のオートマチックを採用しています。シャーシー周りはいかがですか。高い動力性能に合わせて専用のセッティングをしています。10ミリローダウンした強化サスペンションロワンバーと呼んでいる補強パートをはじめとしてサスペンション取り付け部を強化し各部の剛性アップを図りました。実績のある三菱のフルタイム 4WD とのコンビネーションがどのように仕上がっているか楽しみですね。それでは増岡さん、早速試乗の方をお願いいたします。はい、わかりました。オンロードインプレッション。それでは舗装路の発進加速からいってみましょう。はい、よろしくお願いいたします。スタートします。すごい加速ですね。ぐんぐん伸びてきますね。スピード出てますね。発進加速は競合車に対して圧倒的に有利です。やっぱり240馬力のこのパワー感というのはすごいですね。もうぐんぐん加速してきます。まあ、今回こう、ね、タービンにも改良を加えてもう低回転から高回転まで全域をこうアシストするわけですね。でターボ車特有のこのターボラグとアクセルを踏んでからこう効いてくるとか、ね、そういうのなくてもアクセルを踏んだ瞬間からこうね、ずっと加速してくれるんですね。これはねすごくこうトルクも全域にわたってあるしすごくこれ扱いやすいですね。タービン径の最適化でエンジンの低回転からターボが効くセッティングとすることで日常での速さを追求しています。それではね、はい、追い越し加速を試してみますね。はい、80キロから100キロまでです。はい、あれもう100キロになっちゃったすごい速さです。あっという間に100キロになっちゃいましたね。あのねこれはレスポンスものすごくいいですね。もうアクセルを踏んだ瞬間にすごくこうエンジンがねリニアに反応してくれるんです。高速走行でもすごく車体が安定してるでしょう。はい、すごい安心感がありますね。やっぱりこれはねボディの剛性がとっても高いんだね。追い越しなどの加速はかなり重視してエンジン特性を仕上げてあります。高速道路の追い越しでもストレスを感じさせない走りが可能です。ステ
アリングシフトの操作感はどうですか？これねハンドルの両方についてて、これプラスマイナスってあるんですね。でプラスに押すとシフトアップしてきますし、マイナスに押すとシフトダウンするんです。ですごくこのねシフトのタッチもいいですし、反応時間がすごく短いですね。非常にあの自然にねもう押した瞬間にギアがシュッと変わる、ステアリングのレスポンスはすごくいいですね。ですからねあの全くこうストレスなくシフトチェンジできますね、はい、特にこのステアリング周りの剛性がすごく高いですね。ハンドルを切った分スッとこう車がねハンドル切ったように向いてくるんですね。これあの我々回答性がいいって言うんですけどもね、すごくこうステアリングのレスポンスも最高ですね。これはフルタイム 4WD のそのトラクション効果もあるんですけれども、もうきっちりねこうタイヤがグリップしてるっていう感じで分かるでしょう。オフロードインプレッション。オフロードでもフルタイム 4WD と強化したサスペンションが実力を発揮します。エンジンの特性もねそうなんですけど、急激なターボによるねトルクの変化が少ないから、まあ誰でもこう安心して乗ることができますよね。まあそれとこのような路面って結構林道には多いんですけれども、ここでもシフト操作がこのようにハンドルから手を離さないでできるわけですよね。ですからハンドリングにね集中していることができるわけです。これは安全性にも十分つながると思いますよ。じゃあ便利さだけではないんですね。そうですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは増岡さん、早速走りについて感想をお願いします。まあ、圧倒的なハイパワーを安心してドライビングが楽しめるという点にまず感心しましたね。まあ、それを支える足回りと駆動系のバランスもとても良かったと思います。 SUV クラス、トップレベルのハイパフォーマンスを多くの方に感じていただきたいという意図のもとに開発された車、それがこのエアトレックターボなんです。一般のユーザーの方にも十分に楽しんでいただける高性能ということですね。そうです。もちろんエアトレックの優れたパッケージングである広々とした室内空間、乗り降りのしやすさ、視界の良さに加え、ターボの搭載により一般の方から高性能志向の方まで十分満足していただけるものと自負しております。増岡さん、紫さん、本日はいろいろとどうもありがとうございました。ありがとうございました。エアトレック 4WD ターボデビュー。